三つくりかき地から1909年9月16日は、明治時代の日本の動物学者、理学博士、津山範栄、三つくり周平の三男、菊地大六は兄、三つくり玄八は弟。江戸津山判定で生まれ、1870年、慶応義塾に入学、1872年大学南校に学んだ後、1873年に渡米。 ハートフォード中学からレンセラー工科大学で土木工学を学び、後イエール大学、ジョンズ・ホップキンズ大学に転じ、動物学を学ぶ。その後英国、ケンブリッジ大学に留学。帰国後東京帝国大学理科大学で日本人として最初の動物学の教授となり、1888年留学、博士、その後東京帝国大学理科大学長を務めた。他、 1883年5月から母校、慶応義塾にて、後藤牧田、中村定吉、伊藤玄徳らと共に、理学講習会を教授した。動物分類学、動物発生学を専攻。夏季養殖や、真珠養殖に助言するなど水産事業にも貢献した。1907年頃より、腎臓炎、脳一血を患って西洋していたが、次第に悪化して、 精神障害も発症した後、1909年に死去した。三栗柿地は日本の動物学の早々期の指導者であったため、柿地に懸命された和名や学名を持つ生物がいくつか知られる。ありがとうございます。